遼寧師範大学は、中国遼寧省大連市にある1951年8月に、設立された小中高校の教師を養成するための大学。現校長は、極喜び表。遼寧師範大学北キャンパス入口遼寧師範、大学南キャンパス入口遼寧師範大学は、大連市中心部から、長高路途中で、高河路で西へ行き、西南路を過ぎたところに、 高賀路キャンパスがあり、南院と北院に分かれていて、高賀路をまたぐ、歩道橋で結ばれている。また最近、西山キャンパスも開設された。高賀路と南西路に面した南キャンパスは、戦前の大連工業学校の跡地で、現在は、外国語学部、科学科工学部、体育学部、大運動場、水売州立大学大連文校などがある。高画路の北にある、 北キャンパスは戦前に満州電業の宿舎があったところで、今は大学本部、国際文化交流学院、留学生宿舎、千野郎、小運動場などがあり。また、千野郎の脇に、よさの秋子の君死にたまうことなかれの碑文がある。高賀廊さらに西へ行って、西山ダムの南側にできた新しいキャンパスで、文学部や映画、芸術学部などが移動している。 アメリカミズーリ州立大学の中国文庫が校内にある。中国の学生だけでなく、アジア諸国の学生も在籍している。思い出の大連工業学校、よさの秋子の詩費、碑文には、乱れ神の会が1994年8月混流と、ある、学校外観。ありがとうございます。